皆さんこんにちは、銀座ゴルフクリニックの小田俊明です。今日も、フェアリーパウダー、はい、きっちりとした。これ俺持ってないんだ。これ本当本当、うん、でも俺のが可愛いでしょ。星だから可愛い、星、はい、これもあのなんかこう可愛い、あパンツもね、パンツもあここキラキラだからね。キラキラ、はい、キラキラ可愛い、はい、きちっとした感じが自分を引き締めます。そうですね、はい、いつもちょっとねデロデロなんで、デロデロだったけど、はいはい、今日は何やってるんですか。今日はですね、またあのアプローチ、いやー、ね、待ってました。もうこれね、みんなすごいよ本当に。アプローチが、はい、なんかまあ飛ぶじゃないですか、はい、でままがあるんですよ、はい、でもアプローチが昔から得意だからスコアになってたっていうのがあります。はい、まあ、一時期悩んだ時もありましたけど、はい、それでアプローチね、はい、大抵の人が何ですかね、グリーン周りって52度とか56度使う人が多いですかね。そうですね、あと58とか58、なかなかたまにちょっと上手い人は使うかなっていう感じはあるんですけど、はい、やっぱりちょっと打ちますけど、はい、一番難しい距離ってやっぱりグリーンちょっと外して、はい、ちょっと逆目だとか、あーもう嫌ですね。で、はい、うわちょっとライが悪いなっていう、キャリーを15ヤードぐらい出したり、はい、キャリーを10ヤード出したりとか、はい、そこからざっくりして1打失うの多いですよね、はい、でその振り幅って、はい、まあ、何回もあのこの間バンカーからのクリーンとかもやりましたけど、はい、振り幅っていうと大体これぐらいですよ。あ、まあ、今ちょっと合ってますけど、はい、まあ、大体こうですよね。でこれ簡単に打ってるように見えますけど、はい、やっぱりここまでしっかりこう球にこう相当した今これ薄いところで打ってるんですけど、はい、こうやってコンタクトするのってやっぱ難しいです。難しい。だってマットだったらさ、うん、ちょっと不安って打てるけど、そこをもうマットでも薄いラインみたいなもんだよね。そうですね、はい、マットでもゴルフ場の芝に比べたら、はい、やっぱ難しいから、はい、ドサッと落とすしたりするじゃないですか、はい、だけどそのゴルフ場行ったら芝なんだけど、例えばちょっと前の日に雨降ったりするとちょっとぬかるんだりしてる、はい、でなおかつここ平らですけど、はい、ちょっと左足上がりとか、うわ嫌ですね、ちょっと左足下がりとか、ガツとかね、で、うん、ライもちょっと球がこれぐらいなんかちょっと沈んでるとか、うわあると、うん、その10ヤードっていうのはすごい難しくなりますよね、はい、でなんかこうみんな、ああもう右に寄せてかぶせて、はい、こうやって打てばいいやって当たっちゃうけど、はい、実際これでもちゃっくりしますよね。しますね、ちゃっくりする、逆にするかもね。でゴルフ上手くなってくると、はい、なんでちゃっくりするかっていうと、はい、まあ、当然こういうふうに打つ人がちゃっくりすることもあるけど、はい、実際結構小池がこう見てて、はい、どっちかっていうとちょっとビギナーの人、はい、ドライバーがカットに入っちゃうでしょ、はい、意外にアプローチうまくないですか。うまいですね、うん、なんでかっていうと、はい、あれじゃないですか、そのアプローチってこうインから来ちゃうとこう、ああそうですね、なるけど、はい、どっちかっていうとビギナーでこうアウトサイドインに慣れてる人って少しこう意外とバンスがカットに入るんで、ね、うん、バンカー簡単に出したり、確かにあれドライバー右しかいかないのに、はいはい、急にグリーン周りうまいですねみたいな人もいます、はいはい、でなんかこううまくなってきて、うまくなってきたんだけどなんかアプローチが突然おかしくなったんだよなって、まあ、この間も話しましたけど、はい、言ったじゃないですか、はい、で例えばこれ小池博士ね、ショットのバックスイングってこう上げても別にいいですよね、はいはい、これでこう入って普通に打てれば、はい、でもアプローチってここまでしか上げれないのに、はい、こうちょっとこうシャットにインサイドにこうやって上げちゃったら、はい、これも打てないですよね。打てないですね。こうなっちゃうと、はい、どうするのっていう難しいですね、ことになっちゃう、はい、であとはその反動というかヘッドスピードがないんで、はい、どうしてもヘッドは少しずつ落っこってきちゃう、はい、で前こう遅らせて遅らせてっていう回りたくんとか使ってやったけど、はいはい、あんだけインサイドに引いちゃうと遅らせてもやっぱりざっくり、はい、やっぱり歯が、はい、
歯が来ちゃう理由って、はい、やっぱ博士これでいいですかね。やっぱりこう来ますね、はい、開いてるのが、はい、落ちてきて閉じちゃう歯に当たる、はい、そうですねっていうミスでいいんでしょうか、ね、歯が刺さってね大体下に、はい、そうですね。だから僕なんかはずっと遅れてるからヒールから入ってきて当たるぐらいに少しこうスクエアに戻ってきてポーンとこうやって打つから、あそうすると滑りそうだな、しっかり滑ったり、はい、球に乗って思ったキャリーが出せるけど、はい、なかなか難しいじゃないですか、はい、でね前僕TikTok の方で、はい、博士とコース行った時に載せたんですけど、はい、深いラフの打ち方で一、はい、回ぐっちゃぐちゃの深いラフ、はい、あれこんなになってるとやっぱこうここら辺に芝生が当たったりしてこう巻き込んだりして、そうですね、でこうヘッドの重さも使えないし、はい、だったらグリップを動かして、あやりましたねそれ、こうちょっとレレレのおじさんじゃないけど、はいはい、こうこれ普通ハンドファーストですね、ちょっと、はい、ミケルソンもそうですけど、こうちょっとハンドレートにしてこのグリップをこうやって動かす、グリップを動かす、はいはい、この感じだと何ですか、やっぱりいつかは直していかなきゃいけないけど、はい、はあこれからゴルフ毎週1回あるんだよね、はい、アプローチ嫌だねっていう時に別に半年間、うん、このハンドレートグリップを動かす、で今すごいいい音してます、ね、いいですね。これなんでかっつったら基本的に今まで の僕が言ってきたアプローチってあんまバンス使わないですよ。で打つまで、はい、打った後は入ってこうバウンスが抜けて綺麗な音でフェースが抜けていくためにバウンスを使うんだけど、この芝生の手前からバウンスを使ってってイメージはないんですよね。やっぱりこの刃がボールの下の方にスコンと入って当たってバウンスがスッと抜けていく。でこれってすごく難しいんで、これねちょっと試してもらったんですよ。最近ヒデちゃんっていう僕のカラオケ仲間が、はい、飛ぶようになった飛ぶようになった40ヤード伸びたレイで、レイが教えて、ところがアウトサイドインだったのが、はい、なんで伸びたかっつったらきちっとインサイドアウト触れた。でそのインサイドアウト触れたんだけど今度はアプローチがちょっとこう引く、昔のレイ・フロイドみたいに引く、はいはいはい、癖があるんで、はい、これがもうこうなんですよ。あでロングももうエッジまで行くぐらいまで行くようになっちゃったって、はい、そっから軽くバーディーのわけがダボなんだって、ダボになっちゃう、ダボで結局まだ100、101とか2、あらまでゴルフ自体はもう80代なんですよ、はい、でそれにヒデちゃんにいやいやバンスって分かるんですよ、分かんないですって、まだゴルフ歴浅いんでね、はい、でバンスっていうのはこのリーディングエッジからこの後ろか、はい、このソールの後ろまでのこの、はい、ここについてるものがバランスで、ここには角度があるんだよと、はい、でもともとサンドウェッジっていうぐらいだからバンカー用に作られたものなんだよと、はい、砂に潜って出てくるように、うん、でそれもそれを薄いライでとか芝生のそのちょっと難しいライで応用できることもできるんだよ、うん、はい、でまず言ったのはね、これちょっと音が入るか分かんないんですけど、歯で入るとこういう音するんですけど、バンスだと全然違いますね、シュッシュッと音がするじゃないですか、はいはい、この音の分かるって言ったら分かりますと、はい、この音を指すちょっとここで練習してみて、ここでイングルで、はい、でここは最初はこうやってやってもどうしてもこうやっちゃうの、あ違うで結構こうもっとこうグリップを動かしてって言ったら、はい、こうさっさっと吐くような音がしてきました。で実際ここから打たせないけど、はい、この芝生からはいグリップって出したらスッてこう滑るような、で今のは5センチぐらい手前に入ってるんですよ、はい、あれが歯だったらもうざっくりです。あそうですね、でもここでしっかりこう滑ってくれてるんで、はい、球が乗って、はい、グリーンにグリーンっていうかもうピンに結構寄るのが増えてきたと、はい、うん、これはもう僕一気に100切りから
90切りを目指しますって言ってたんだけど、だからそのね、博士、このサンドイッチ発明した人はジン・サラゼン、そうですね、ね、はい、あの昔はウェッジだったんですよね、普通のそうですねウェッジ、はい、でこのバランスがこう大きくなった、はい、で例えばあのアメリカのプロなんかはすごくこう短いベント芝なんで、はい、このバランス削っちゃってるというか、そうですね、6度とか7度の人もいるけれど、はい、また最近あのハイバンスとまではいかないけど、はい、10度以上のバンスに戻ってきたのが、はい、打ち方この間も言ったけど変わってきたんですよね、こうオープンで、はい、こういうアプローチから前言ったようなミンウーリーとか、はいはいはい、こうクローズにして、はい、クローズにしてあんまりこうハンドファーストというよりはこのままゴルフのスイングのように低く上げて低く打つような、でどっちかというとバンスを使うアプローチが増えてきたのは、はいはい、いろんなファッションとかでもそうだけどこう一周回って戻ってくるのかな、また戻っちゃうかね、ね、うん、でこう今激しいローバンスがあんま効かなくなった感じがするじゃないですか、はいはい、でこのタイトリストの冒険も有田の見たんだけど、はい、一番新しいやつそんなローバンスじゃないんですよね、あ意外に我々が使ってるもう昔かなじみの10度11度ぐらいのバンスになってきてる、はい、でこれバンカーの打ち方も変わったもんね、あバンカーもやっぱり一時はタイガーなんか前線の 時はもう絶対ハンドファースト入れて、はい、抜いていく今、はい、まあいい音してるけど、はい、でもこれが実はタイガーが初めてこうクローズにしてちょっと青木さんみたくやってましたね、結構何年も前からこうね、はい、もう早くフェースが自分の顔を向くような形に変えてきたと、はい、でそれは砂質もあるかもしれないんですけど、うん、そういうふうにまあこう一周回って青木さんとか佐藤誠一さんの、はい、林芳雄さんの打ち方に戻ってきた、うん、でそれを応用して、これはもう応用してっていうか僕もその気づいたのが深いラフの時に前 TikTok でゴルフ場で上げたハンドレートにして、おお、うまい、めんこのように、ああ、めんこいい表現ですね、こう、はい、こうやってダメです、はい、こうやって潜り込ましてあげれば、これはもう先輩たちはもうめんこのイメージで、あ、めんこねって分かったかもしれないけど、あのだるま落とししちゃえばいいですよ、若い人は知らないけどね、めんこ ねだるま落とししちゃえばいい感じ で、ただやっぱりその教えていくときにどうしてもインサイドアウトの人ってハンドレートにしてもこうやっちゃう人ですよ、あ結局これだと意味がなくなっちゃうんですよね、はい、でインサイドアウトって何が起きやすいかっていうとショットでもそうですけどアッパーに入りやすいですよね、はい、あそうですね、でアウトサイドインの方が、はい、ダウンブローに入りやすい、はい、なので注意点としてはハンドレートにはするけれど、俺が言ったのはここに手を広げて、ひでちゃんね、ここじゃなくて俺の手のとこまっすぐ、はい、まっすぐ上げてまっすぐ打ってくると、でこの時にまっすぐ上げることと最後注意することは、はい、いくらハンドレートでパターのように打つとはいえ、うん、右体重じゃダメですよ、あ体重はちゃんと体重は普通のアプローチと同じで、はい、7-3 とか、うん、8-2 でもいらないんですよこっち、はい、ぐらいこう左にこう、はい、乗せてもらってハンドレートにして打ちます、はい、であと細かいこと言えば若干弱ダこれでもダウンブローだよと、あ当然これですくったらダメなんで、ね、これできました、左足体重できました、まっすぐ引くのもできました、でも、はい、これはダメですよ、ダメですね、だからもうこれはもうヘッドの重みを使うとか意識しないでいいです、はい、怖い人って柔らかくとか無理なんで、あ固くしちゃってもいいけどガチガチに五角形作ってまっすぐ上げてダウンブローで、おーこうやって今ここに当たってるんですよ、はい、先に、はい、なのでちょっと逆目とか変な薄いライでも球は拾います、はい、なのでこのアプローチを
実践していただきたく思い、はい、今日はサンドウェッジの、はい、ちょっとグリーン周りまで行くけどそこからちょっとおかしい、これはいいですね、正しい打ち方は、はい、まだまだちょっと無理だよと、はい、ああもう最高です、いう人にこれアプローチなんてどうやって打ってもいいの、16種類ぐらいあるじゃないですか、はい、いろんな、これバンカーにも良くなるかもしれないし、はい、しばらくレレレのレで、はい、行ってみてください、はいはい、ちょっとよく見ないと、はい、こうじゃないですからね、はい、こうじゃないです、はい、グリップはしっかり動かす、これはね悩んでる人がもしかしたらこれで治るかもしれないですね、はいはい、そうですね、はい、やっぱり自信つけてもらって、はい、必ず1打損しないという、はい、1打損したら 18打損しますから、はいはい、そういうことで今日はアプローチのちょっとワンポイントの半年間乗り切るための、はいはい、冬もいいですよ冬、はいはい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をといいねボタンをスマッシュしてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。